今回ダメなら来年やらないんですよね。はい、そうです。確かに終わりがない戦いだったじゃないですか。ここまで4年対策してその思考力が続いてこなかったわけじゃないですか、はい、でこの1年頑張ればいけるんですか。それはそもそもなんで東大を受けようと思ってたんですか。入った後に何したいことないですか、はい、東大入って辞めたりする可能性とかってどうなのかな。近大行ってますからね。近大行ってるから任せてくれ。2022年青山学院大学文学部の問題になります、はい、計算はね、はい、いいんでどういうことをしてこれ、はい、この問題を解くかっていうのを説明します。もちろんこの年になってなんか情けないって思う自分もすごいいるんですけど。いや全然情けないとは思いません。もうこれだけやり続けるってすごいと思うし。それだ